エディリの館。皆さんこんばんはということで、ひじりの館第2回目のね、生放送となりました。なんだろう、クレームがいっぱい来てね、なんか出させてもらえないかなと思ってたんですけどね、なんとなくやらさせていただけるって感じでございます。こちらのね、オアリアズーリ FM は、こちらキャラクターありますけども、これね、アズパン、アズーリっていうのが青色っていう意味で、青色のパンダを略してアズパンっていうキャラクターなんですね。でそれにちなんで、オアリの OW、 そしてアズパン FM っていうのが、ツイッターの方になりますから、そちらの方に、ね、コメントをどんどんお寄せいただければ、こちらで印刷して紙でいただいて、私が読むっていう、まあ私が読むか、カズマっていう今から来るゲストの名前ですけどね、カズマが読むかライラちゃんが読むか分かんないんですけどもって形になりますけどね、ぜひどしどしコメントでいただければと思います。今日はね、クイズゲームもありますからね、おパンツ色当てゲーム楽しみにしていただければと思います。それでは早速、今日はね、本当はライラちゃんがゲストなんですけども、ライラちゃん某違う FM の、 ラジオ局の、ね、生放送で遅れてきますもんで、そこの従業員のヒップホップダンサーね、ヒップホップダンサーと、あと、バーテンダーもやってるね、カズマくんっていう子を人質にいただきましたので、早速呼ばさせていただきます。ではカズマくん、よろしく。かわいいでしょうね。カズマくんね、私なんだろう、真面目にっていうか、普通にこんだけ話すのは初めてだと思うんだよね。そうですね。お店でちらっと喋ったぐらいとかね、そんな感じで思ってて、その初めて会う前から、いろんな動画を見てたから、ライラちゃんの、カズマくんっていうのは存在は知ってたのよ。で、画像の中から見てるから、顔だけ見てるとすごくね、なんだろう、ちっちゃい、ちっちゃくて可愛い子だろうなと思って、実際だったらめちゃくちゃでっかくて、そうそう、結構ね、体型がねしっかりしてて、こんなにしっかりしてるんだと思ってね。でも一応お姫様抱っこはねさせていただいたんですけども、初めてさせてもらいました。そうですね。そちらの動画はね、私のハジチャレの方にねありますからね、もしよかったら見ていただければと思います。ね、それではまずは、今日。初めての、ラジオは出たことある？ラジオは1回、1回ね、ね、今日はこのラジオと思わずに、変態コーナーですからね大好き、そうそう、お酒を飲みながらということで、まずは乾杯します、乾杯、皆さんもお酒飲みながらね、聞いてください。うん、おいしい、ジュースみたいもう今日ね、カズマくんのリクエストで、名前は言ってんのかしら、銘柄は出しちゃダメなんだけどね、バーポームポームっていうね、カクテルです。それがね、桃と紅茶、桃と紅茶の味と、ジンジャーとリンゴっていうのと、それからブドウとカシスっていうね、3種類あってね、それで、桃、ライラちゃんが来たそうですけどね、ちょっともうちょっとほっとこう加湿、桃のやつが、アルコール 2% で、リンゴジュースの方が 4% で、加湿の方が 6% っていう感じで、なんかお子ちゃまが飲むような感じの、ね、やつなんですよね。この子のリクエストということでね、大好きなんだそうですよ。ということで、ね、まだね6本ありますから、ガンガン飲んでいただければと思います、たくさん飲んじゃう、はい、普段は何だろう、バーピースっていうところのバーテンダーやってるよね、はい、そうです、そうです。あとダンサーもやりながら、先生もやってるんだよね、そうなんですね、月曜日に7時から、どこで、ライラさんのスタジオで、アトリエの方でやらせていただいてて、そうだね、もう1回だけでも大丈夫ですし、チケット買ってもらって1ヶ月間来てもらうっていうのも全然、そうなんだ、マジ基本的には全然さ、カズマくんのこと何も知らないんだけど、お年聞いていい？今年で26になります、
中途半端ね、あ怖い顔が出てきた負け負けとか言って負けって、ま、前のところでね、びっくりした今バケモンが来たよ本当にそうなんです。今日はねライラちゃんのリクエストのお酒はねシャンパンなのよ。生意気にシャンパンもいいって言いやがってね。食べよう。見て3本あるね3本。すごい。すごくない？ねえ、あの後で説明しますけどね、はい、あのこの3本はね私が買ったんじゃないの。あら、そうなんですか。すごいよ。ライラちゃんのファンでもないんだよ。何があったんでしょうか。そうそう、気になる。いろいろありましてね、まあ後ほどということでね、はい、とりあえずじゃあ、どうしような、こんなに早く来る設定ではなかったんですけど、ライラちゃんをお呼びしましょうかね、はい、ではライラちゃんよろしくお願いします。どうもこんばんは。まだ呼ばれないかなと思って今一瞬控え室行こうかと思っちゃった。どうもどうも、改めましてドラッグクイーンのライラ・グレイルでーす。ありがとうございます。皆さん知ってる人は知ってるけど、はい、あのライラちゃんはもう名古屋を代表する変態です。もうね、過剰なまでの変態。もうびっくりしちゃった。でもそれこそ、うん、私ここの開局の予告の時に動画出させていただいてるんですよ。見た。そう、来月から番組始めまーすっていう動画を。だからね、それから全然飛んでたわね、はい、あの直前になって飛びました。だからまた呼んでもらえるなってね、さすが終わりはずり FM さん、素晴らしい。私もあの動画で見たんだけど、ライラちゃんは真ん中に座ってね、こうやって、はい、こうやってこうやってさ、カメラ目線に全然外さないの。そうそうそう、報道番組かと思ってた。本当だよね。多分そういうの見て育っちゃったから。すごい量ですね。量はね。あ、これあれじゃない、カズマくんがめちゃくちゃ好きって言ってた。そうです、そうです。あの私の番組はその、うん、ゲストさんが飲みたいのを用意するということでね。これ飲んだことない。あ、そうなの、うん、これ飲みたい、うん、シャッパーから飲みましょう、はい、あ、まずはい、はい、コメント入りましたって、ありがとうございます。とりあえずいただいて、出てけとかいただいて、ちょっとまず乾杯しなきゃいけない。そうですね、まずこれから、え、じゃあなんか真ん中からいけますか。これからいい、はい、じゃあカズマくん開けて、はい、お願いします。そう、もうね、かけ声っていうかさ、お店のね、かけ声がすごいの、はい、普通のところでやると放送禁止用語のような感じなんですけどね。、はい、あの後でやっていただきますね。はい、やりましょう、やりましょう。いやー、もう熱い熱い。ちょっとでかい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 、めちゃくちゃ邪魔だな。ごめんなさいね。やっぱ夜になっても暑いですね。暑いっていうか、あんたの厚化粧がすごい。これ朝の9時からこれ。落ちないとこがいいよね。今日美容系のサロン限定で入れる展示会行ってたんですよ。そう、やっぱライダーカンパニーって美容に特化した会社なので。本当本当にね、あれ、てんてんてんってどういうことですか。そうそうそう、ではすいません、開けさせていただきます。まず一本目失礼します。はい、よいしょ、ありがとうございます。はい、どうぞ。ねえ、オカムが好きなのおちんぽん、ありがとうございます。嬉しい。では乾杯のね、はい、温度を取っていただきます。はい、では私が乾杯チンビーコのと言ったらマンチロゲットお願いします。それではお願いします。乾杯チンビーコのマンチロゲ、効果音もセルフでお届けしております。あ、もう美味しい、よく冷えてるわ。もうね、私昨日からさ、うん、冷凍庫に入れといたね。そうなんですか。で、来る途中に、うん、一応何こういうやつ、こういうやつに入れて、氷と入れながらさ、うん、持ってきてさ、はい、で、スーツケースに入れてきたもんで、はい、ゴロゴロしながら来たから結構泡出るんじゃないかと思って、ね、心配だったんだけど、破裂しなくてよかったですね。出なくてね、よかったんだけど、うわー、よかった。でもおいしゅうございます、ありがとうございます。そうそう、で、これをいただいたのが、はい、私のね、講演会の、はい、美濃市にある、はい、美濃ザエルっていうね、2人組でね、はい、平林社長と、はい、平社員の幅さん、はい、そのお二方からいただいたんですよ。平林社長、ありがとうございます。
昨日ちょうど昨日ね、美濃遊びに行って、で平林社長に郡上まで連れて行っていただいて、はい、うなぎ食べてきたの。いいですね。もう30日うなぎの日待ってます。そうそう、もう先に食べちゃったんですよ。で、愛のひつめがしって、ひつまぶしってやつを、はい、3人分入ってるんだわ。で、全部ね、1、2、3、5人で行ったんだよね。1、2、3、4、5人だよね。5人で行って、ひつまぶしを、そのでかいやつ、メガを3個頼んで、みんながね、ちゃんと半分半分で分けて、私1個食べちゃった3人前食べたってことですか。いや恐ろしい。せっかく激痩せしたのにまた取り戻そうとしてますね。もう来てる来てる。もうここにうなぎのたっぷりとした脂が乗っております。もうどうすごいね、途中からちょっと苦しくなったけど、残しちゃいけないわと思って頑張って食べちゃったのよ。私だとうなぎだけ食べて持って帰るっていう。じゃあそこのお店のね、マスターっていうか焼き物やってる人がね、めっちゃかっこよかったの。ちょっと写真撮ったんでしょ。撮ってない。撮れなかったのよ。そんなに涼しいことできなかったわ。もうぜひ行かせていただきます。あ、ツイッターがコメント来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。あ、まずね、ちえさん、はい、ちえさんね、もう先月からしっかりね、コメントいただいてるんですけどね、この方、カネケツのね、ケツファンなの、本当に、ね、それなんだけどね、ケツ、おーって言って嫉妬になった。あ、この間出てた、あの歌が上手いけど不細工の方でか、歌が下手くそ、歌が下手くそでビジュアルが良かった方。うん、まあどっちも高ケツさん、高ケツさん、はいはい、ひじりはみす、はじめさん、かずまくん、後から来られるライラちゃん、こんばんは。こんばんは。ひじりの館2回目、今夜は前回よりさらにさらに激しい内容になりそうですね。楽しみです。今夜も張り切っていきましょう。参りましょう参りましょう。あのお酒なくなっちゃったんで、ね、どのタイミングで入れればいいのかな。ガソリンなのでつけたら入れてください。はい、6本もあるからね。6本じゃない、あんたが3本飲む。私がこれ3本で、うちらはこれ勝間くんがその6本ね。はい、そうですそうです。はい、これね、高弘くんはね、すぐ出てくるね、私、グランディードね、グランディードの、もう追っかけさんっていうかね、もうすごいメンバーさんでね、私もついでになんかコメントくれるようになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと顔は浮かぶようになりました。はい、始まりました。今夜もどんなとんでもトークが出るのか楽しみです。いや、ということで、ね、もう真面目実直で生きてるんでね、最近。意外とね、ライラさん真面目なのよ。そうなんですよ。出会った頃は違ったんですけどね。そうそう、すごい温度ですね。先ほどの温度ですね。はい、乾杯の温度ですかね。あ、その分温度ね、はい、そうなんだよ。なんか乾杯ティピンコって言ったんだよね。あ、乾杯ティピンコの、ピンコ。これは某番組ではこうやって言わなくちゃいけないんだけど、ここの番組では全然関係ない。あ、いいですか、チンコって言って。あ、全然OK。よかった。ストレスフリーな番組。いらないんですよ、ここ。どうしよう、これ。ラジオに引き続き見てる人いたら、ね、今すぐ戻ってください。今まで培ったキャラクターが全部崩されそう。先生の犬もらえます。私じゃね、カシスブドウにする。あ、美味しそう。ちょっとね、6バーだからね、一番多いのしないと。これは紅茶。はい、紅茶いただいて。紅茶 2% やって。もなめんじゃないわよ、ね、本当に。なめたくないわ、でも。歯を開けているの姿を見せる、この爪で。そう、もうすぐネイル変えるからってね。あ、めちゃくちゃいい香りする。あ、もいいですね、桃ジュースって感じでしょ。じゃあ再び行きましょう。いい感じで、ね、本当に台本ないんですね。何もないね、今。びっくりした。ここ白いからなんかあると思うじゃないですか。ただの水分を吸収するためのハンカチ。本当、うん、すごいですね。そうそう、だってやる気ないもん。そうなんです。なんか途中トイレ行ってもいいよみたいなこと言ってましたよね。全然大丈夫。でも今日せっかくだからと思って、はい、みんなで召し上がれればと思ってね、持ってきたんですよ。鶴間公園に新しくできた鶴間ガーデンっていうところあるの知ってます？全然知らない。新しいこう商業施設なんですけど、私発展場しか分かんない。そうですよね。発展場とはね、みんなが仲良く交流するっていうことですね。そうそうそう、男同士で。はい、でそこで話題のいちごパンの
はい、お店があるんで、そこからねパンはちょっと買ってこれなかったんですけれども、クッキー缶があったのでこちらを買ってまいりました。よかったら、ね、ワンちゃんのもあるので召し上がってみてください。ありがとうございます。甘いのとか大丈夫ですか？大丈夫、全然大丈夫。ああいうこと、うん、全然手つけようとしない。あ、大丈夫か、拒否とか。そっち。あ、あ、そう。これは何だろうなと思って見たら、クッキーじゃないし、何だろうな、期待の知れないものですね。いただきます。あ、それにいちごクッキーですね。うん、うん、いかがでしょうか。サクサク。あ、よかったよかった、うん、そう、これね結構いろんな種類が入ってるんですけども、ね、1,2,3,4,5,6,7 種類のクッキーが詰め合わせになってます。でちょっとねこれ賞味期限がね切れちゃって全然大丈夫。なんか焼いてあるしいいかなと思って見たら、うん、なんか今入ってたね、なんかクリーム入ってる。多分その酸味はイチゴの酸味だから欲しいしてください。多分そうですね、うん、そうです。2ヶ月経ってなかった。よかったよかった。ということでね、結構自分が今拠点が鶴舞中心なので、あ、そうなんだ。結構ね鶴舞ガーデンとか行ったりしてるんですよ。YouTube でも、ね、アップしてるのでよかったら見てみてください。YouTube といえばいろいろ出させていただいてありがとうございます。これまで本当にこちらこそお世話になってますわ。なんかね、なんか盛り上がらないなと思ったらライラちゃん呼べばいいって感じ。いや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 、そんなことないですって。いや私もう本当にポンコツすぎて。何をおっしゃいます。あのね、本当に名古屋でライラちゃんを抜きにしたら何もできないようなドラッグクイーンの人たち。本当に何もない、素晴らしいと思う。でも本当に、うん、でも自分で誇れるものがねないんですよ、これといって。なんか先生は歌がめちゃくちゃ上手だし、うん、上手というのもおこがましいぐらいなんですけど。で迫力もあるじゃないですか。私なんてもうそこら辺にいるただの可愛い子ちゃんなだけなんでね。本当だね。だからもう当たり障りないことしか言わないし最近。あ、そうね、まあ有名になればなるほどなんかこれ言っちゃいけないだろうな、どうのこうのってね。そうなのよ、いろいろとしがらみを感じながら。だって私会った頃すごかったもん。いや本当にまだまだ20代だったので、あの頃、ね、でまだ承認欲求がその人に愛されてなんぼみたいな感じのところをやっぱ性で表現してたんですよね。あ、そっちに行ったんですね。なんか抱かれる回数、チンポの回数みたいな本数で競ってたみたいな。 あったあった。なんかそういう時期ってありません、やっぱり。私はもうずっと一緒。ずっと変わらず今でも。今でも今でも月で何本でしたっけ。18。えぐいよ先生。まずその出会いの多さ。あ、どうね、私だってこそっとやってるもん。こそっとやってるのよ。いや、そう、積極的じゃないですか。いや、登録するじゃん、そうすると勝手に来るのよ。あ、そう、そういう出会いをね。私絶対自分の顔はさらさないから、そういう登録するときは。そうなんですか。うちのワンコの写真とかさ、それにつられてやってくるんです。いかがわしい。でもそのワンちゃんはいるんですもんね。いるよもちろん。え、拾い方だったらそれはダメよね。あ、それはダメダメ。うちのワンコですわ。そうか。先生あれじゃないですか、今日話したいこととかちょっとあったりしません？何を？ない。違う。私、カズマくんのバーターなのよ。きっと。逆よ。生贄生贄。ねえ。で、今日の目標あれですよね。カズマくんを丸裸にするっていう。じゃじゃ、今日はカズマくんのおパンツの種類と色当てゲームっていう。あ、そうだ、それ書き込みどうでした？そうそうそう、全然ないのよまだ。あ、ないの？もうないのよ。あの、興味がないの？興味ないのかな、皆さん。あ、本当？うん、当ててください。お願いします。そうそうそう、あの、形、色、うん、あんまり多くするとさ、当たりな、あ、当たったらバーピースの、うん、あの焼酎ボトルを私がおごるっていう。すごいやってんだけど。いや、めっちゃいいじゃないですか。 なんでですか。今すぐ書き込みしてください、ね、そうそう、これアットマーク終わりは分かるんですけど、アズパン、アズパン、アズパン FM。 あ、キャラクター、これこれ、このキャラクター。ああ、なるほど。そうそうそう、アズパンなんですね。そう、アズパン、アズーリのパンダっていう。なんでパンダなんですか。なんか知らない、まあ、曲調がおかしいんだよね。なるほどね。
そう自分の似顔絵かしら。ちょっとキリッとした似顔絵。東京がそうだもん。あ、そうなんですね。東京がまたねそういう風になってて、うんうんうん、で名古屋はこのなんてこの秀吉じゃないわ、あの信長様の桔梗門でやってる。へえ、うん、そうなんですね。そうそうそう、うん、信長様といえば初代のおもてなし武将隊賢秀くんかっこよくないですか。賢秀くん、あ、賢秀くんね、そうか、ごめんごめん今聞いた誰だっけが言うねそうね、かっこうーんいいんですよかっこいいと思います。本当に変わらないその現役の頃と。ああそうか、そうすごい。でもトークが上手でね、あの人ね、本当に達者、いろいろ司会やってて、で、あの方も最近その俳優業以外に保護猫保護犬活動も始めて、そうなんですよ。なんか街中で保護猫って結構、うん、猫ちゃんって見るから保護されるんですけど、ワンちゃんってガクンって少ないんですって。誰か食ってるんじゃない？あ、そういうこと食料になってるんだ。それはそれで循環が起きてていいですねっていうのがあって、その自分ができること、これからやっていきたいことってなった時に、うん、保護施設を建てたいっていうので始めたらしいですよ。そう、全然知らなかった。最近あのラジオのゲストにも出てもらったので。ああそれで出てきてるんだよね。もう毎日毎日違うゲストさん来てくれるのでめちゃくちゃ勉強になってます、うん、毎日だよね、考えたらね。そうなんですよ。知ってます、この子ね、月曜日から金曜日の夕方じゃない、夜ね、夜の、はい、7時から50分番組、はい、生放送そうなん、毎日やってるの。私月に1回でも、月に1回でちょうどいいぐらい週に1回でも大変だと思ってるのに毎日よ。いや土日だけ休み、月に1回でこんなに何もないっていうのが逆に尊敬ですよ私だったらもう原稿鬼のように持ってきますからね月に1回それがめんどくさくってさでもあれなんですよね、はじめ先生の周りが濃すぎるからこそ台本いらないと思います。あ、勝手に喋ってくれるしね。だって来月ケンちゃんでしょ。そうそうそう、来月はね、ハーさん。ハーさんそれまたラジオつながりじゃないですか私ハーさんもよう喋る。でしょ、ハーさんだからあの普段結構真面目な、ね、ところでしか喋らないから、はい、うん、意外とね、下ネタね喋りたくてうずうずしてて、うん、そうなんですね。で ここにも私がカズマくんのパンツを当てコーナーをやりますって言ってたら、うん、僕のパンツも今度あの当ててくださいって言って入っててコメントが入っててさえ待って、需要どこそれ怖いんだけど、そんなノリノリかもしれない。本当ですよ、ちょっとそれは私の口から言いづらかったけどかもしれないすごい、ちょっと待って、あっという間に終わっちゃうから、ちょっと私ねもう一個ね、うん、おかずを持ってきたんですよ。何こちら、はいはい、ターザン。結構今ツイッターとかで話題になってるんですけど、うん、エグザイル系のジェネレーションズが表紙のターザンでございます。で今回はお尻と足に特化した、あ、はいはいはい、鍛えるという方法が載ってる。そうか、ターザンって鍛えるのが、ね、主流で。そうですそうです。この中でちょっとやりたいなと思ったのが、うん、3人でどの子の体がいいかっていうのを話し合っていきたいなと思って、うん、なんかいろいろあるんですよ、こうなんとか部門なんとか部門で素人の方がねこう選ばれてるっていうのもあるんですけど、今回こう別冊付録でジェネレーションズのスペシャルトレーニングブックっていうのがついてるんですね、うん、エロくないこれ あ, の、ね、あんまり見えてないよ。見えてない、もう、もう買ってください。ラジオですね。なんでこれノーパンスウェット、ノースウェットあ、ちょっと話題変えていい、うん、ノーパンスウェットナイトってあるじゃん、あ、ゲイのイベントでありますね。あるんですよ、私一回行ってみたいんだけど。名古屋であるの？あります、あります。何回かやってるよね。何回かやってますね、うんうん、まあそれは後で聞くわ。ああ、了解しました。しましょう、はい、そうで、この中でメンバーのトレーニングシーンなんかもあるんですけど、この後に個別グラビアがついてるんですよ。ちょっとやばくないですかこれ。これ確実に物握ってません？物握ってますね。ここにありますよっていうのとか。すいませんね、身内で楽しんじゃって。すいません。これはね、ターザンを買った人にしか見せませんので。あの、ターザンの回し物でもありませんからね。これいいのよ。ほら、なんか5人メンバーいるんですけど、
五人とも筋肉のつき方が違う。筋肉はね、でもちょっとゴリラっぽいね。あ、そうなんです。え、どの子タイプですか？私はやっぱトップだわ。ああ、トップの。この人。ああ、白浜アラン、アラン。アラン。アラン。確かに顔もいいですしね。ねちょっとなんか年下で未成年でもいけそうなぐらいの。で、カズマくんが中野くん。中野くん。中野くんじゃないですか、これ。中塚くんですね。ごめんなさい。中塚くん名前言われても分かんないよ、いや分かる分かるって人は中にはいますから、ね、僕一部だと思うわ。私は佐野くんかしらね。こうなんか筋肉がこう上の方についてる人好きなんですよ私。はい、どうでもいい情報でした。どうでもいい情報の後にはやっぱりしっかりした情報をちょっといただかなくちゃいけないんですけどね。はい、ライラちゃんはい、バーピースを、はい、ね、この前5周年、はい、迎えて、ありがとうございます、ね、お祝いこれから来ていただいて、すっごいね、もうボロ儲けしまして、8月に、店内をねガラッと変える、ね、そうなんです。それで1ヶ月お休みをするということで、はい、ね、その間になんだ出張芸者で2人あっちこっち行くんだよね、はい、そうなんですよ。 それの説明をちょっと、はい、出ました。はい、1ヶ月限定の曲がり営業、まず1店舗目は私ライラグレイルが1人営業を行います、バー M リボーンということで、こちら新栄のキングビルというところですね、うん、CBC のすぐ近くなんですけれども、そちらの、ま、カウンター6席のね小さなバーでライラが好き勝手ラジオの後に語りに行こうかと思っております。なんと目の前にはマッスルバーもあるというね。そうなの、高リッチ。知らんかった。これもうはじめ先生来るしかないですよ、撮影で行く。そう、マッチョをめでながらオカマと喋るっていう。で、そちらね、あの BGM 代わりにまあ、ハロプロの DVD 流したりだとか、うん、エッチな DVD 流したりもしながら、うん、まあ、時折ね、まあ、お客さんの層を見ながらドラッグクイーンの出てくる映画も流したりと、うん、ちょっと教養めいたことをできればなと思っております。うん、ありがとうございます。しかも価格帯がかなりお安くて、うん、税込み3000円の飲み放題。あ、いいね、飲み放題は。あ、そうなんですよ、うん、で安心して来ていただけるし、ライラちゃんに飲ませたいよという方はね、800円でお気持ちいただければ一緒に飲ませていただこうかと思いますのでお願いいたします。シャンパンくれて言うから気をつけてね。もちろんご用意しております。そこが普段ですねコンセプトカフェということで、女の子のお店を昼間やってるので、うん、お店の前はトイボックスというのがね、うん、こう知れ渡ってるんですけれども、うん、夜だけはバー M リボーンに生まれ変わりますので、うん、ぜひ皆様この看板見覚えがあるなと思ったら通報せずにうちに来てください。ということでバー M の方に、ね、M よ、はい、SM の M よ、 M です。はい、続いて、そう、続いて、はい、はい、次は私が絞りたての前がすごいですね。いや、自分カズマが1ヶ月間あのバーピースの隣のお店スナックくんたさんを曲がり営業させていただいて、夜10時から朝の4時までやる。あ、ピースに行こう。はい、そうです。そう、本当にすぐそこ、歩いて15秒ぐらいで行ける場所にあるので、カラオケもできるし、もう飲みまくれるしっていう、いい場所になると思います。価格帯が、席料が3000円になってまして、歌い放題とワンドリンク付きになっております。はい、M の方がお得ね。そうなんですよ。あの M の方は時間制限あるから。まあどっちもどっちか。そう、こっちは時間制限なくて3000円、こっちは時間制限あり延長料も込み、じゃなくて延長料が別途別個でね、かかってくるので、しっかりしてるわよ、おかまはね。そんなことないです。皆様にね、安心して来ていただけるような仕組みを考えておりますので。そう、でもこれまでバーピースじゃできなかった雰囲気っていうのが出せるかなと思って、この1ヶ月はねフルに2人で楽しんでいければなと思っております。営業時間がうちは9時から1時まで、まあ気が向いたら朝までやっちゃうんですけど、でカズマくんのところが夜10時から4時までなってるんですけど、若干私の気分次第で5時までやるかもしれない。あのお互い気分やということで、もうお酒が回ったらもう何でもいいやという2人なので、次の日なの昼まで行かなければ大丈夫なんで、でも朝9時まではいていいよと言われてる。っていう感じでね、8月暑い日はねこんな感じで過ごしていこうかと思っております。そう、ね、まあ、バトルに行けばねやっとすると思います。そう、やっぱ肝試しって大事。そう、ね、あれなんですよ、あの
私たちがこう遊びまくってたアーバンカーボーイの近くなんですよ。ああ、はいはいはい、はい、そう、うん、遊びまくってたかしら。あなただけでしょ、遊びまくってた。巻き込もうとしてしまいました。はじめ先生はいつも遊んでます。アーバンカーボーイっていうね、あの、うん、西田くんがねやってる、うん、西田くんっていう、まあ、なんだろう、ふんどしマスター。あのすごく語弊がある。約ねこう10年ぐらい前の話なんですけど、そういったねイベントもやってたようなところで、そうそうそう、ふんどしナイトってね開いたのよ。そう、その時に一応バーテンダーが全部ね、はい、ふんどしでやるんだけど、うん、お客さんも全員ふんどしじゃないと入れない、うん、はい、あの入れないってことはないんだけど、ふんどしに着替えていただいてっていうことで、うん、ね、でそれ の, あの接待をする役は、うん、ライラちゃんグループがね、そうなんですよ、もらって、いやもう本当に接待ってこういうことですかってね、そうそうそう、当時分からなかったからもうやりすぎてた、なんかねすごい接待してた の, あの、うん、ちゃんとふんどしを履かせるところからやってるね。そうなんですよ。あのポジション直したり ね、ちょっとこっちにずれてるわってね、さらっと触るんだね。でもなんかふんどしからすぐ出ちゃうんですよね。何があったか知らないんですけれども、ゆるんじゃうとね、ルドゥ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 そう、まあ、今下着の話が出たから、はい、もう全然コメントもね来ないからさ、うんうんうん、ライラちゃんに、はい、じゃ当てていただこうということで、あ、いいです ね、 そしたらどちらかを、あ、じゃあポンと開けましょうか、あの、じゃあ持って帰れるの、あ、持って帰れる、持って帰れる、あ、じゃあこっちの方がお店で開けれるか。嬉しいね。そう、じゃあこれをかけて、これをかけて、はい、じゃあ今日のカズマくんの、種類と色で、私の種類と色、2人とも、はじめ先生の。急に難易度上がるんですけど。1個、どちらかが1個当たったら1本、2人とも当たったら2本。え、色だけじゃなく形も種類ね、種類、形じゃなくて種類だから、ビキニとか、あ、ふんどしだとか、ワンショル、そう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 、ケツ割れ、ケツ割れ、わかんないよ、ケツ割れも一応あれよね、下着になるもんね、下着になったんですね、あれ、あのほぼ布ないですけど、そうケツ割れですか、ふんどしですか、コメント入ります、コメント、あ、これ、はい、回答来たんじゃないですか、手震えてるけど大丈夫怖いのね、ライラさんが怖いのそんなことないよ、大丈夫よ。これは、あのね、ピンク姉さんってね、安城ですごく活躍してるね、はい、姉さんの割にババアなんだけど。はい、はじめさん、ライラちゃん、カズマくん、こんばんは、こんばんは、はじめさん第1回の再生480回、よくえね、おめでとうございます。そうなんです、うち1回目っていうかね、480回超えたの、すごい、そうすごく大事なのね、まだ2週間よ、すごいです、ね、2週間でトップ9位になってるんです。すごくない？多いですよ。で、今日の放送がさ、はい、どうしようって感じだよね。いやいや、もっと行きましょう。そこまで行かなかったら。ライラちゃんとっても綺麗ですね。ありがとうございます。ガズマくんクイズ、はい、ピンクと黒のボクサーだって。おー、なるほど。お釜は甘く見とるわね。こんな普通のね、履いてくるわけないのよ。あ、違うか。それはわからん。それはわからん。じゃあ、私、ありえないかもしれないけど、はい、何？ケツ割れ。どっち？カズマ。カズマがケツ割れ。あ、で何色？まあケツ割れといえば黒か。黒かな。でもいろいろ持ってそうなんですよこの子。ね、趣味が SM だったりするんで。そうそうそう。なんかすごい気が合うんですよ。でもこの子もう S でしょ？ S 側ですね。私も S だもん。大丈夫ですよ、はじめ先生調教上手だから。いけます、いけます、今度頑張りましょう、はい、教えていただきましょう。でも黒のケツ割れ、はじめ先生のは興味ないけど白のふんどし。白のふんどし。いかがでしょうか。ということで、じゃあまずはカズマくんから、はい、はい、じゃあ真ん中会長をしていただきます。はい、お願いします。すごい番組でした、パンツ見せるって。お目汚しを、すいません、失礼します。私の正解は何、青のケツ割れです。あ、かわいい。やだ。この距離だったらね、綺麗よ、綺麗。まだまだまだプリッとしてる、これ若いから。はい、フリフリ、あ、いいじゃない、いいじゃない。
もっと先生指いいじゃあ外れ、外れだったわ。ちょっと今日 ローション持ってきてないから、ね、すぐ切れちゃうんだよ私スパペペペで切れで先生の、私はねいりますこの図この図すごい、なんだろう、なんだろう、一個当たってたのよ、はい、あ別にいいよ、大丈夫、全然大丈夫、いや視聴者さんの気持ちよ失礼だ、私今日ね、はい、ふんどしなんです、うわ当たった、でも白じゃないの、ほら、あー本当だー、かわいい、これ何柄って言うんですか、わかんない、ちょっと触ってる視聴者プレゼントはじめ先生の香り付き仰ぐたんびに感じられますよ、ふんどしってもうバレるとは思ってなかったわ、いや、いや、 やっぱね、はじめ先生はその話題絶対するなと思っていやーでもすごい、悔しい、まあ、まあ、じゃあ、うん、はい、まあ、もう一本飲んじゃうでしょ、これそうですね、飲みましょう、そしたら今日の一本は、はい、一本あげる、ありがとうございます、はい、で一本はここでもう開けて、もう開けちゃって局長に飲んで、局長に飲んでもらわなかった、最後5分前ぐらいに呼んで、局長これなくならないと放送終わんないですけどって脅そういいんですか、来週もはじめさんさ来ますよってそう、まあ、来週はもっとジジイの パンツ見るんだけど来週、来月は、来月はね、来月はね、本当に母さんね、母原達夫さんのねパンツコーナーがありますから、もうちょっとね地獄と思って見ていただければと思います、めちゃくちゃ楽しみなんかこれからさ出てくるゲストパンツ見せないといけなくなりますでもね、パンツ見てても大丈夫な人ばっかなんだわ、確かにこの先9月オカマのケンちゃんでしょ、うん、そうですね、あのビキニだと思います先に言っとくあの人はいくつになってもビキニ履いてるから、ね、すごい、日焼け跡すごいですもんね日焼けなの焼けどよ、もう焼きすぎすごい、久しぶりにここのスタジオ来たんですけど、うん、照明めっちゃ綺麗に映りません、うんうん、この何美人ライト、ね、女優ライトが、女優ライトがね、すごい、どうしてくれる、嬉しい、そこで見ると気持ち悪いよいや本当にあ、そんなことないですか、そんなことない、嬉しい、東京から出張してきて、この後一緒に泊まりましょう笑われたブーじゃなくてよかったです、ね、え、ブーあるんですか、ほんと、もう一回言ってみちゃう、もう一回、サイズは S、M、L、LL どちらですか、あボシュートでした 今な何を聞いたの、んおティンコ、何のサイズかは言う前に聞かれましたもうお前との会話はしたくないと言われましたよ、すいません、賞味期限切れのクッキー大量に摂取して死のでもうちのスタッフが一人、うん、2ヶ月ぐらい賞味期限が切れたウインナーを食べてお腹壊してるのでウインナーはあかんわね、怖い怖い、そうそう、何それ、クッキーぐらいならさカビが生えるぐらいだもんね、うん、そうですね、そうそう、カビ生えてないですもん、うん、そうそうそう、まだ大丈夫、ね、生えてるとしたらさっき私これ白カビかしらでも本当にこれ美味しいクッキーなんですよ、まあ、多少過ぎたところで大丈夫なんで、大丈夫、そうそうそう、うんうんうん、大丈夫大丈夫、ね、よかったでもとりあえず40分でしょ、うん、40分だから、え、何分までですか、50分までだ、え、あと11分しかないじゃない、やばい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 、ちょっと局長さん呼びましょう、はい、小町さん、もうね、あの先月の時にもう皆さんにね、あの言いました、小町さんかっこいい、小町さん今日は、ね、登場していただくことにしましたので、やったー、すごい、ほらかっこいいって言われたからニヤニヤしながら入ってきますよ、いやー小町さん、はい、来ました、嬉しい、どうぞこちらへ、じゃあちょっと映らないように、はい、失礼しまーすがっつりかぶっとるやないかいありがとうございます、いやーかっこいい、あげてください、あーもちろんです、すいません、失礼します、すいません、どうぞということで、何がやりたい、ありがとうございます、そのまま飲めてじゃあちょっとだけいただこうかな、では皆さん冠番組終わりと、少しだけ入れてもらって、少し愛情を、そう愛情を入れてあげてください、はい、大丈夫、私は、はい、では乾杯、乾杯、チンコのマンチロゲー、
それ飲まないと帰れないですよ。返さないよ。助けて。おいしい。おいしい、ね。あれですね。こんなに自由度増してるんですね。もともと。だから、あの、うん、始まる前に出てるから、うん、あんまり分かってなかっただけど、うん、ね、すごい真面目に喋ってるもんです、あの時は。そうですよ。だって東京トリオアズリフムでクンニクマンさんとかいますか。何それ。皆さんご存知、全日本クンニ選手権っていうのを真面目にやってはる。え、それ出場したんですか。出場は女の人でしょ、それってやっぱり殿堂入りしたって。あ、そうなんだ。国に自信はある方ですね。ある方ラララララ。じゃあ私ペニークリトリスがあるんですけれども、よかったら試してみてもらっていいですか。いや、さあちょっとお花畑出してもらって。ちゃんとお花畑も用意して。え、何それ。画像が、え、これ流れた瞬間裸になるけどいい。3人がかりで抜かせた。もうね、これ小町さんの下着姿じゃなくてもうね全裸よ。3人がかり。お花畑やめて。止められちゃう。大丈夫だよ、パネルがあるから。どんな大きいものあってもこれよりは勝てんから。あんまり大きくなさそうだったけど。確かになんか毛とか無頓着でいそう。日による日による日によりますね。なんかめっちゃでかい日あるんですよ。それは何、どういう時に。一応かっこいい局長さんで紹介してんだけど。おかしい。ちゃんとしなよくよく冷静に考えたらオカマしかいない空間に飛び込んできた。あの猛獣の檻に入ったようなもんだからね。でも僕名古屋来て、うん、そろそろ1年近くになりますけど、うん、もうね、あのゲイバーさんとかばっかりですもん、うん、行ってるんですよ。そうだね。じゃそれも2匹分、2匹のね、なんかうちには2回しか来たことないね。おかしいぞ。ないぞ。3回変わらんわよ。どういい番組やりますって言ったくらいの時めっちゃ来てたから。連続であんたちが出ないからよ。あ、そういうことか。ありがたいですよ。藤井さんからプレッシャーかけない。大丈夫、全番組ゲスト出てます。あの、そうそうそう。あれこの日、あれなんかずっといないみたいな。一人27時間テレビやりたい。逃走中、逃走中言って。合間にハートさん行く。あ、行く行く行く。そう。え、そうですね。土日だったらずっといるんで。特に日曜日暇なんで。ずっといます。そうそう。あ、ごめんなさい、先生。大丈夫、手じゃこが好きなのよ。申し訳ないよ。ルミコもお酒がないじゃないの。じゃあもうこれ開けましょうか。あ、じゃあこっち開けましょうか。はい、関節キスバージョンもある。でもそれ一人の飲んでください。関節キスに誰もなびかないですよ。そりゃそうよ、目の前に唇あるのになんで関節がないの。意味がない。本当にスプレーかもしれないですよ。そういうこと。大丈夫ですか。身のある話最後ぐらいしません。6分身のある話。何にもないかもしれない。さてしょ。とりあえず私が来月再来月、はい、ささ来月っていうのか、はい、8、9、10のゲストだけをちょっと紹介させていただきますね。はい、素晴らしいゲスト様ね。いつもいただいて出るかしら、画像は。とりあえず、はい、そうそう、まずはね、はい、8月の22日、来月のゲストさんは川原達夫さん、ハーさんっていうんですけどもね、名古屋のねラジオ局、この方もハート FM に、ハート FM のね、はい、月曜日のお昼の1時から2時間、はい、2時間番組で、ね、はい、頑張っております、はい、ね、あとどこだっけ、犬山の FM も、ね、はい、そうですね、やっておりましてね、愛知北 FM、 はい、もう大学がね、私芸大の、ね、声楽科なんですけど、その声楽科の先輩なんですよ。あ、そうなんですね、うん、はい、で、まあ、この前も言いましたけどもね、71歳、もうクソジジイが頑張っております。声もめちゃくちゃ綺麗ですよ、今でも本当にそうだね、すごい。なんかね、普段ね喋れない下ネタもすごいね、うんうんうん、話したそうでしたね。あとおパンツコーナーもよろしくお願いします、先輩。は
先輩のことをあの飲みたいのまた聞きますからね、教えてくださいね。はい、はい、じゃ続きましてが、9月で出ました。9月はね、9月の26日はね、ゲストにおかまのけんちゃんでございます。ね、おかまのけんちゃんっていえばね、本当に昔テレビ番組からラジオ番組からもういろんなのをね、網羅しちゃってね、うんうんうん、もうなんか出過ぎちゃって今じゃなんか天空の人になっちゃったよね。すごいね、なんだろう、私の言ってもいいか、まあ、私一応この格好なんだけど結婚してるんですよ、うん、結婚式の二次会にけんちゃんのお店でやってるのよ。へえそうなんですね。すごいつながり、すごいつながり、まあ、だから40年近いの。47か、けんちゃんのお店がもう40周年を超えたんでね。そう、うん、その前からの付き合いで。うわ、そうなんですね。じゃあもう今日よりもだいぶ濃い話が。濃いところじゃん。私のたまたまの韓国に遊びに行ったらケンちゃんもいて、もう向こうのゲーバーじゃないや、ホストバー、ホストクラブに2人で遊びに行って食いまくってきた。あそんなグローバルな話まで聞けちゃうかもしれない。そうそう。で続きましてが10月ね。はい、10月がね、名古屋で一番熱いね、ロックバンドの、ね、BSR っていうグループがありまして、そこのね、ボーカリストの石川徹くん、そしてね、うん、ドラマーのね、文ちゃんっていうね、この2人に出てもらうんですけどもね、もう石川徹くんはね、もう全然普通にノーマルなの、ノーマルなんだけど、すっごいなんかね、めちゃ喋るんだわ。機関銃のような、機関銃トークというかで分かんないけど、ケンちゃんと同じくらい喋るのよ。そん、え？喋る、すごくないですか？真面目なことを喋るのよ、それの感じが。で、ブンちゃんは反対にもう一切喋らないで、どっちがどっちですか？左が、私が可愛い方が好き、ブンちゃん。あ、ブンちゃん、ほんほん。で、右はどうでもいい、トール。多分私はトールちゃんの方が好きです。あ、トールくんもあのパンツ見せてもいいって言ったら全然 OK って言ったから。あ、本当に10月まで続くんですか？10月まで最後になりますからっていうことです。こんな感じで楽しんでいただければと思います。あとね、ちょっと待ってね、あ、コメント入りましたって、このギリギリに、はい、コメント届くまでね、パンツ当ても入りました。ありがとうございます、すいません。はい、すいません。あとコメント先に読んでくださいね。あ、さっきの高弘さん、噂に聞く局長さんイケメンですね。 ありがとうございます、すごいね。なんか顔赤くないですか？もうね、脳血管熱い。1本いただいたやつで結構脳血管、最初にすごい、もう飲み切ろうとしている。いやいやいや、すごい、いただきます。そうそう、11月は局長のパンツ当て会ということで、なので12月の年末とかでどうでしょう。あ、そう、私毎回と思ったんだけど、年末ギリギリまで放送ですか？そうよ。なんで、すごい暇ですもん。いや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 。ちょっと私講演会を求めてますので、はい、この講演会というかこのアズーリの私のひじりの親方のスポンサーを求めております。そのね、はい、あの候補者名をちょっとに、ね、上げてきます。はい、勝手に名前を見ますので。ちょっとね、多分ね、このラジオ放送聞いてないと思うから、はい、あの 横からっていうか、よそからみんな攻めてください。はい、愛知県のね、海士市のね、たける工業のね、金城社長、はい、それからね、岐阜県美濃市のね、美濃材料の平林さんとね、幅様、そしてね、名古屋市のね、隠れ家の火鍋のね、田中社長、それから名古屋市のね、中日ゴルフの社長、グッチ様、大野市のね、大野町、大野市じゃないわ、ああいうの、大野市じゃない、常滑市の大野町、古民家共栄のね、井上様、それからね、安城のね、HRC 内装のね、太田社長、それから岡崎の早川社長にね、大阪は東会長、それから千葉県のね、浦安の熊川社長、うん、もう今思いつくのだけちょっと書き上げたんですけど、もしね、よろしかったらぜひスポンサーにお願いいたします。ぜひぜひ、ね、はい、お願いいたします、ね、スポンサー様にもぜひ番組もぜひ来てもらおうと思ってね、来週はだって来週じゃないね、来月のハーサノにちょっとね、一人呼ぼうと思って、社長さんを、うん、でぜひ出てってなくて、ちょっと酒持ってこいって言って出てもらって、はい、そうその人が彼氏の社長なんですけど、はい、その人に来てもらって、でそのままの流れでハーサーのお店に遊びに行くからっていう話はしてたんですけどね。なるほど、今、まあ、勝手に言ってるだけ。本人はね、まだもう寝てると思うんですけども、はい、そんな感じで進めていきますので、今日もなんかね、グダグダの番組になってしまいましたけども、ゲストに、ライラちゃん、はい、
そして笠原くん、ありがとうございます。特別ゲスト小町局長、ありがとうございました。ひじりの館ひじりはじめがお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ひるめ社長スポンサードお待ちしております。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ。そうそう、あ、出た出た。じゃあ、今日第2回目の YouTube も皆さん、皆さんいっぱい見ていただいて、はい、10位内にまたね、入れるようにご協力のほどよろしくお願いします。お願いします。じゃあ改めて最後乾杯で、はい、乾杯。パチンコのマッチロゲー。